情報文化とは、江戸時代以降の髪型で育まれた文化のこと。元読時代の髪型では、経済が目覚ましい発展を遂げた。極めて裕福な町人層が、新しい都市文化の担い手となり、情報文化が形成されていった。江戸時代前期の時点で江戸はまだ開発途上であり、情報文化は、先進的な優れた都市文化として盛んに江戸へ移入され、 江戸の町人層にもてはやされた。情報文化の移入と江戸時代の成熟に伴い、江戸時代中期には江戸特有の文化が徐々に開花。江戸時代後期には江戸特有の家政文化が栄え、上方と並ぶ文化の発信地として栄えた。陰影に富み、優美なるを心情とし、衣、食、獣、生、性心、善、美など、人生の あらゆる諸僧の価値観に影響を与えた。その骨頂は、スイートされ、江戸の行きと対比される。江戸時代前期の髪型は、地質の立派な着物を好み、染めや鹿の子絞りも髪型が早かったという。原禄期には、華やかな友禅染めがもてはやされ、衣服の贅沢は髪型にとどめを刺すと言われるくらいに、豪華になった。着物の流星は、大阪町人の財力と、 美意識が支えていた。原禄時代を中心として、大阪と京都で行われた、町人文学を情報文学という、近世社会の仕組みが徐々にその姿を表す中で、都市の多様な生活を描き、生命力にあふれた人間の心情と機微を捉えようとした。その中で大きな足跡を残したのが、浮世像氏の井原西閣、浄瑠璃の近松門左衛門。 徘徊の松尾場蕉の三人である、ありがとうございます。